ファルファンってさ、すごい感覚的に合ってたじゃない、うん、あれってもう最初からなの、それともなんかちょっとこう途中から、いやもう僕が合わせに行きました 100%。 ああだからあのヘーベデスっていたじゃないですか、ドイツ代表の、はい、彼と組むとファルファンは、うん、ウィッシーで早く怪我直せみたいなことをちっちゃい声で言ってきてた。ヘーベデスは真面目だから守備も頑張って戻らそうとするし、確かに確かに、ファルファンにも文句言ってた、うん、キャプテンとして文句言ってたから、なるほど、うん、ファルファンは居心地としては僕が一番良かったと、うん、文句言わないし勝手に回ってくれるし、うんうんうん、守備全部やってくれるし、そうですね、素晴らしいね、縦関係だったんですね。ファルファンはもう金の使い方すごかったからね。そうなんですよすごそうだけど、すごそう、ここにネックレス銀のラッパーみたいなのして、ここにめっちゃ高そうな時計してベントレー乗ってたみんな大体ベントレー乗るんですよね、海外の選手って。あのボアテングね、ケビン・プリンス、ボアテングもベントレーに、ここにプリンスか王冠のマークを塗ってあって、刺繍のベントレーかっこいい、こうやって3台ぐらい持ってたんじゃないかな。その職業って、でもこれからもうね、100年時代って言われる時代に、職業で言ったらもう何回も転職するのに、結構もうこれからましてや5年後どんな仕事残ってるか分かんないですよね、はい、AI がどうなってるか分かんないし、時代に職業で語るのって結構どうなんだろうかなって思ったんです。で結構この話を僕ずっと思ってたら、この前っていうか5年ぐらい前かな、あのビートたけしさんが同じようなこと言ってたんですよね、あのなんかの記事かなんか、ね、でそんなね、職業の話をずっと夢なんかで語り始めたのはこの数十年だって。まあね、もうああいう方だからずっと長い、ね、はい、日本の社会を見てて、でそういうことを言い始めたからおかしくなってるよね。で別に毎日その自分がなんですか、充実した日々過ごして、で夜お酒飲んで寝れたら幸せじゃないかって、それをこう自分で毎日噛み締められたら何も変わらないのに、職業だ職業だみたいなことになるからっていう話をなんとなく 見た気がするんですけど、そう考えた時に子供の時から職業を夢として語らせるのがどうなんだろうねっていうのはちょっと教育的な視点から考えたりします、はい、でもそうなっちゃうんですけどね、子供、僕も今子供に話す、うんうん、確かに職業出ますもんね、職業出ますよね、何々になりたいってなりますね、うん、面白いですね。ひょっとするとなんかブータンっていう国がすごく幸せっていうふうに言うじゃないですか、はいはいはい、そういうところかもしれないですよね、もしかしたらなんかあるかもしれないなと思ってよく考えました。ネイマールが次のワールドカップが最後というふうに示唆したインタビューなんですけれども、ダゾーンオリジナルドキュメンタリ ー、はい、そうなんです、すごいですね、はい、ネイマールブラジル代表王者の系譜で見ることができますので、かっこいい、はい、ネイマールブラジル代表王者の系譜、はい、ございます。全然話関係ないけど、ドキュメンタリーで出てくるとさ、はい、あのサバンナとかアマゾン行って自分で生活するやつ知ってます？いや、あるんですか、その自分でも、あの幼虫とか捕まえ食べたりとか、サバイバル的な感じ、サバイバル、そう、はい、サバイバル、すごい、そうですか、何でも食って食べる生きていけない、そうですね、そういうの、いろいろ知恵を絞ってってことですもんね。カメを血を吸ったりとか、うわ、飲まないで、だって生きていくためには、そうそうそう、何でも食べるっていう、すごい面白いから、そうですね、ドキュメンタリーで出てる、はい、そっちのドキュメンタリーも面白いかもしれないですけど、うん、こちらのドキュメンタリーは、はい、サッカーですから、そうそうそう、はい、見てください、はい、ありがとうございます。